長野インターネット局と申しますか、こんにちは。よろしくお願いします。今長野県は、ここは松本市です。はい、今ウクライナについて、はい、いろいろ講演いただいたんですけども、はい、今後、まあ、日本というか世界がどんな風になっていくのか、はい、一言で、まあ、簡単に。いやもう本当に一言で言うにはすごく難しすぎるんですけども、世界は本当にまあ、ウクライナをめぐっての、二重基準、ヨーロッパや先進国がウクライナを全面的に支援しロシアを非難する、でそれ以外の国々、まあ、途上国を中心にして非欧米諸国はやっぱりロシアがだけが悪者じゃないんじゃないかって、それこそ非欧米諸国はアメリカやその他もろもろから軍事侵略を受けてきたのに、それが非難されないでロシアばっかり非難するって、なんかこうヨーロッパ中心の二重基準じゃないかっていう批判が多分定着して、これからはそうしたそのヨーロッパと非ヨーロッパというようなこう対立というか齟齬っていうのが大きくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。でそんな中で日本はアジアに位置しながら、まあ、西欧諸国の一員であるというような顔をしてますけども、本当にそれが正しい選択なのかっていうのは私は疑問です。というのは日本がいくら先進国の仲間ですというふうに言ったところで、結局はやっぱりそのヨーロッパのリアリティにはやっぱり遠い世界にいますので、やっぱり日本がどこに位置しているか、特にそのアジアの中でどういうふうに位置づけられているかということをもうちょっと相対的に、考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。なるほど、まあ、難しい問題ではありますね。はい、そうですね、はい、世界はどんなふうにこう流れていくのか、第三次大戦に突入なんてことはどうなんでしょうか、ね、もうなってると思いますよ。というのは間接的には軍隊を派遣してないけれども、結局はその武器を投入して結局長く続いていくことになると思います。でその時に欧米諸国がいや自分たちは戦争に関与してないから、あれは世界大戦ではないんだって言ったところで、結局は世界が武器を供給しているっていうことはずっと続いていくだろうと思いますから、まあ定義の問題ですけれども、結局のところはもう世界大の戦争になっているんではないかなというふうに思います。まあ、地球規模で結構、はい、話題になってますよね。そうですね、話題というか、まあ、やっぱりヨーロッパで起きたことは世界が騒ぎ、途上国で起きたことは世界が騒がないっていうこと自体がやっぱり問題だと思いますけどね。今後、はい、我々はどんなことをしたいんでしょうか、ね、はい、日本はやっぱりさっき言ったようにそのアジアの一員としてやっていくっていうことを考えれば、ヨーロッパでの戦争にどっちにつくかっていうことよりも、そのアジアの中でいかに共闘関係を築いていくかっていうことをもう少し考えていく必要があるのかなと思います。特にロシアとはもう外交官を追放したりという非常に鮮明な反ロシア姿勢を出したわけですけれども、一方で北海道でその沈没船の捜索などでも実際に協力しなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよね。ですのでそうした実態としてのその協力連帯関係と、上トップレベルの外交関係がずれちゃうというのは大変よろしくないことではないかなというふうに思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。それでは、ご質問のある方、挙手をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。はい。そうですね。今こちらで何人かくらい。浮き彫りにしたものの中の過去一の国際規範の形骸化っていうところが、あったんですが、ちょっと私よく分からなくて、国際規範っていうのは、自由主義だとか民主主義だっていうふうにおっしゃったんですが、ウクライナ紛争が、浮き彫りにしたものの過去一に国際規範の形骸化っていうふうに書いてあったんで、自由主義とか民主主義は紛争の対応で、形骸化したっていうのは具体的に私よく分からないんで、もう少し分かるように説明していただければと思います。
っとあの私自身もですね、うまくこう説明しにくいところかなと思ってるんですけど、要するにあの形骸化っていうか、まああの形骸化にあの2つあって、国際規範ってもっと普遍的なものであるはずなわけですよね。あの要するにその国際的な、まあ、国際法 の, あのベースになるような発別化、例えば人権であるとか、そういうその非戦であるとか、戦争に対する反対とか、まあ、それこそあのいわゆるジュネーブ条約とか、そういうあの国際規範で、今ベースになっているようなものっていうものとして、あるはずなわけですね。であの、まあ、国際法ってすいません、あの実はあのちゃんと日本あの国内法のように法体系化されているものではないので、本当にもう慣習というか、あのみんながこう合意したものというような漠然としたものでしかないので、どこか何を国際規範と呼ぶかというのは難しいところなんですけれども、国際規範というのは、はい、今それを話します。あの一般的に国際規範というと、そういうふうにこうみんなが認めるあの国際法のベースとなりうるようなあの規範意識というものがあるよねって、これもだからあるかないかって分かんないんです。要するにあるよねって考える人たちがいるっていうことなんです。であるよねって考える人たち の, そのあるよねっていうのはあの もうちょっと漠然としていて、そういうその人権とかあの捕虜の扱いとか、そういうような発想なわけです。なんですけれども、あのそれが第一にあの形骸化したっていうのは、それが結局その国際政治の現実の中で冷戦であの民主あの自由主義側が来ましたというような過程の中で、結局自由主義とか民主主義っていうのはやっぱり国際規範だよねっていう、それが勝ち組の思想だよね、勝ち組の思想イコール負け組も捉えあのこう取り入れていかなきゃいけない発想あの思想だよねっていうふうになってしまったっていう、そういうあの状況があるわけですね。なので、どこからかの段階でそのあの人種民主主義は国際規範なんだっていうふうに主張する人たちが多く出てきてしまっているっていうことなんです。でその議論っていうのは欧米が進めている議論であって、必ずしもいやそんなもの別に国際規範じゃないよねっていう人たちがたくさんいるっていう、そういう話なんです。なのであの、まあ、国際規範というものが何であるかっていう定義はない。だけれどもそういうふうに、まあ、冷戦終焉後以降そういうふうに言い始めている人たちが実際に力を持ってそれを進めているっていうのが、ね、でそういう人たちの声が出てきたっていうことが形骸化した、そうだと思ってたものをあのみんなそういうふうに思ってるんじゃないかと思ったんだけど、いろんなところでお伝えするとあのそういうふうに考えてない人もいっぱいできたなっていうのをこういう形骸化っていうふうに分かる。ではなくてですね、その自由民主主義のをそのあの国際規範というふうにもう一方的に考えるよねっていうようなあの話になっちゃった段階で形骸化って呼んでるんですね、まず第一にはね。でつまりその国際規範ってもっと広いはずだったよねっていうのに、そのある特定の思想にこう寄せられてしまったっていうところが一つ、その普遍性が失われたっていう意味で形骸化って第一点であります。で第2点目、あの2つ目のあの形骸化って私が言うのは、あのそれを踏まえてもなおこうそういった国際規範を口実に使ってどん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 みんな動いている、その民主主義を守るためとか、人権を保あの守るためにウクライナ難民を保護しなきゃいけないねって言いながら、結局そこの中に透けて見えるのは国際政治 の, あの、政治力学だったりなんやらっていうことがある。結局国際規範のためにあのこうみんなが動いているわけではなくって、国際規範がもう完全に口実にさせられてしまっているっていう意味で形骸化しているっていう、その2つの意味で形骸化っていうことで考えています。よ分かりますでしょうか。すみません、ちょっとお笑いなんか人間的な話で私もまだちゃんと見つめてないところなので申し訳ないです。あちらの方が一番多くなります。今戦争の口実っていうことをおっしゃいました。前のところでもお話がありましたけれども、口実っていうことは本音があると思うんですよね。その戦争の本音っていうのは何なのか、
私は前回の時に森先生が言ってアメリカは戦争がある時に儲かるんだと、だから戦争をやるんだと、でプーチンがやるのを待ってたんだとかっていうようなお話があったんで、自分なりにどういうことか考えてみたんですけれども、戦争っていうのはそのやるとその兵器という工業製品を浪費して、需要が喚起される、そしてまた戦争が終われば復興という設備投資という需要が喚起されるので、資本にとっては一番儲かるのは戦争だと、それから戦争の結果どういうことになるかというと、資源がただ当然の値段で手に入るような状況が生じる、そして、こじなきゃいけないようなところの人はいろんなものをたくさん買ってくれる、また需要が喚起するということで、もう20、30、40ぐらいに戦争は資本にとって儲かるものであるから、それをやりたくてしょうがない、だけどなんか口実が必要だから民主主義とかそういうことを言っているというふうに理解したんですけど、それでよろしいでしょうか。口実に使っているっていうことを申し上げて、まあ、そういう意味合いもあるんですけども、実はもうちょっと私は複雑だと思っています。というのは実際に確かにおっしゃるように戦争やれば軍事産業を儲かる、ずっとこれは物と同じですよね。ずっと使わないで置いといたら賞味期限が来ちゃいますので廃棄しなきゃいけない、廃棄する前に1回は使わなくちゃみたいな、そういうで新しいものを作るために古いものを使ってっていう、あとはウクライナではあんまり見えませんけども、イラク戦争なんかであったのは軍事パレードのショーなんです。イラク戦争の時にしょっちゅうイギリスの 軍用機が落っこっちゃったんです。でそれでイギリス兵器って質悪くなってるのねっていうことで、イギリス兵器に対する発注が減るとかね、そういうふうに普通だったらなんだろう、そのオリンピックの時に飛行機飛ばしてみたいな、ブルーパルス飛ばしてみたいな意味合いな感じで、あすごい武器持ってるよねっていうふうなアピールがあるんですけど、本当の戦争だとやっぱり あそこの兵器は使えるよねっていうことでまあいいわけなんですよね。なので軍事産業にとって確かに戦争はあってほしいっていうのはあります。ただ軍事産業で儲けたい人が戦争をあちこちで画策しているっていうほどものが単純ではないと思います。つまりそれってある意味では お主はあるよ、悪よのっていう悪大感が少数いて、そいつらがもうなんか悪さを裏で全部仕組んでいるっていう割と単純な善悪っていうのなんですね。でもうちょっと複雑なのは口実っていうふうに言いましたけども、その民主主義や自由主義を本気で信じている人たちが戦争をやっているっていうことなんです。でさっき言ったイラク戦争のネオコンの話なんかは本当にそれで、まあ、イラク戦争はそういったことを信じきっているネオコンと軍事産業がくっついちゃったので、もう最悪のパターンだったんですけども、本当に信じている人たちは本当にイラクをサダム・ハセンを取り除いてアメリカがうまく指導していけば本当に民主主義的にいい国になるというふうに、もう本当に心から信じ込んで戦争をやったという人がいます。で実際にその後紛争後のイラクに入って、こんなはずじゃなかったってすごい落ち込んだっていう、落ち込む前にもうちょっと考えるよっていう話なんですけど、そういうその逆に本気で信じている人たちの方がやっぱり怖いです。その人たちは本当にウクライナをロシアから守るためにっていうふうにどんどん義勇兵でも言ってるし、そういうところが、まあ、だからなんて言うんでしょうね、そのさっき言ったその形骸化っていうことは口実っていうよりもむしろそういう意味で、それこそ口実にしかならないようなロジックが本気で本当の国際規範だとして信じ込まれてしまうことの危険性っていうことっていうふうに考えた方がいいかもしれませんけれども、 そっちの方が今は深刻なんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。本当に非常に微妙なところ正確にご説明していただいたと思います。でそろそろ時間がタイムリミットに近づいているんですけど、もしはい、あと質問今それじゃ申し訳ありませんけど、これで最後のご質問ということにさせていただきます。新社大学の内地さんです。呼びかけに一人でも、あったので
あ、おはじめまして、秋田と申します。憲法です。で、今の話を聞いて、まあ、ね、日本の、まあ、歴史っていうんですかね、立ち位置っていうか、まあ、僕は憲法ってこともあるんですけど、その、要するにその、オリエンタリズム、非西欧、っていうことで言うと、もしかしたら民族自決っていう話をしてもね、もしかしたらロジックは日本で、まあ、今やもう遠くなりの話ですけれども、要するに非西欧的な、まあ、これもちょっと、ね、明治国家の思想がどれだけ非西欧なのかという問題もありますが、でやはりその、そういう、ものとして考えるならば大日本帝国ですよね。だ大日本帝国の民族自決っていうふうに、なんですか、つまり、まあ、あれは、まあ、つまり近代的なものも入ってたんだけど、だけど、まあ、ある種の日本の、なんですか、リベラルでないもの、がこう、あそこには詰め込まれてたわけじゃないですか。それで、まあ、何が言いたいかっていうと、そのすごくそのこのつまり、非西欧、つまり、非西欧の、ね、価値を、がそのなんですか、その非西欧の価値対、西欧の価値っていう話でのこの、切り分けだとすごく微妙な話になると思うんですよ、日本の場合はね。つまり、あの戦争があって、そしてまあまあ、その結果、まあ、アメリカに組み込まれて、半分組み込まれて、まあ、それに、まあ、抵抗してきたのが憲法9条だと思うんですけどね、そういう中で、なんですかね、まあ、その、この、もうちょっとすみません、まあ、毎回ちょっとまとまりがなくて申し訳ないんですけど、その中でこの日本のこの位置を考えたときにね、やはり、まあ、憲法9条の意味っていうんですかね、要するに、西欧化しようとして、西欧化できないようなところが軍事国家として出てきたような形になった、その最後に、まあまあ、ひどい戦争をして、まあ、友情というものをまあ、得てですね、ここまで来たと、まあ、そういう流れの中で今 の, その、状況を考えたときに、まあ、特にリベラル対非西欧でね、リベラル対権威主義みたいな、そういう言説がすごく流行ったっていう、そういう状況を、まさにそのね、動員ぐらいですかね、やっぱり戦争ぐらいからですかね、まあ、そういう価値観をすごく受け入れつつあるんじゃないか、日本の、その、まあ、その社会の中、まあ、こういう集会で少し冷静に見ようよという動きはもちろんあるんですけど、しかし、その主流の方はね、随分その、まあ、温暖とかを見てもね、要するに、この力でのね、信仰に対しては力で返さなきゃね、権威主義対リベラル、権威主義対自由主義の戦いなんで、そっち側を支援しようっていう、そういうような、こんな、まあ、冷静に見るよりも、そっち側の、言説が強くなってる、っていうふうに思うんですよ。だから、まあ、それについて言うと、もう国際政治学が、その、なんですか、まあ、主流の国際政治学って言っていいのか、そういうそのまあ、要するにそのあれですよ、まあ、同盟にしたいと思うんですけど、そういう価値観、どう日本社会 の主流のところがね、まあ、例えば朝日新聞みたいなメディアも含めて受け入れられて、この20年ぐらい、随分受け入れてきちゃったんじゃないかなというような印象を持っています。そういうことについてはどういうふうに考えたのか思いました。はい、すみません。最後に一番難しい定義というか問題、質問というよりは定義だと思います。本当にそれは我々が考えていかなきゃいけないことだと思います。そもそもが今ちょっとヨーロッパ周辺 の国々が悩ましいっていう、でそこから紛争が起こっているっていうふうに申し上げましたけども、そういう意味ではその日本がどうなのかっていう問題なんですね。実はこの地図に日本は書いてないんです。これ意図的に抜かしたのか、それともスペース的に入らなかったから入れなかったのか分かんないんですけど、日本をどう描いたのかなっていうのがすごい気になるところなんです。っていうのは日本もやっぱり西洋の主
周辺というか西欧じゃないのに西欧化したっていう、で西欧にとってはおそらくものすごい成功例ですよね。こんなにコンフリクトもなくどっぷり西欧に使ってくれて、西欧以上に西欧万歳って言ってくれる国はないぞっていうね、そういうその日本って何なのよっていう。でかといって今ご指摘にあったように、じゃあ非西欧を進めるのかっていうと間違った方向に行っちゃったわけですよね。極端から極端にしか行かないと真ん中ないのかっていう、そこを日本は多分見逃してきちゃったんだと思います。つまり私も本当に日本の専門家でもないからあれなんですけど、戦前の日本は本当に極端な形で非西欧を貫くぞって言ってぶつかった。でもあれもある意味ではその西欧に対する憧れと追いかけと追いついても認めてくれないヨーロッパに対するその鬱憤をああいう形で晴らしたっていう。だってその非西欧を代弁するんだったら中国を占領しちゃダメですよね。だからアメリカとそのヨーロッパを敵に回すっていうんだったら、まあ徹底してるかもしれないけど、だから中国を占領するっていうのはそれはヨーロッパがやってることを真似てるだけなんみたいな話なわけで、なので、そういうことを考えると日本がどうしてこうなっちゃったのかっていうことを本気で日本人は考えていかなきゃいけないことじゃないんじゃないかなと思います。で欧米中東でもやっぱりそういうところはあって、だから日本がそういうふうに非西欧を模索したよねっていうことは学ぶべきだっていうふうに考えている人たちが結構います。なので、そこで変なふうに学ばれちゃうと困るなっていうのがあり、しかも、使われてるところがあります。やっぱり日本のように反米でいいんだみたいな風に部分的に取り上げて勉強されちゃうところもあるので、そこはこれから本当に若い人たちの間で、特に、積極的に考えていっていただきたいなというふうに思います。というか定期を定期で返すように回答で申し訳ありません。ありがとうございました。呼びかけ人の鳴沢先生から最後の質問が出て、この会がなぜこういう形で持たれてきた、来てるのかということについても、改めて確認できる、やり取りを伺えたと思います。では、そろそろちょっと時間が迫ってきてるんですけど、今のね、ご議論に、私はその、最初の会に、問題意識として持ってたのは、西側の一員っていう言い方で、こんなに嬉しくなって、無関係にドボンと、飛び込んでしまう国って世界に他にあるんだろう。このじゃあ日本っていつから西側になったのかとか、常に西側だったことで、じゃあその主流の人たちは何を理解しているのかとか、私はそのヨーロッパの西の方が一応専門なんですけど、もう権威主義っていうことで言えば世界中権威主義化してるわけですよね。とりわけ核のシェアリングとかって話ありますけど、核兵器を持つってことは、要するに一人の人間がボタンを持つということです。もう途方もない権威をその大統領なりそういう人間に与えなければ、その核なんて持てない。それはアメリカでもフランスでも、まさにロシアでも、まさにそれが我々の目の前にある現実で、それをやろうっていう人たちが自由主義だって言ってるわけですから、全然おかしいと思うんですね。もう両立しない。いうことを、やっぱり被爆した国だからこそはっきりとそこを見極めて、核兵器と民主主義は両立しないということをどうきちんと主張していけるのかっていうのが鍵の一つなのかなというふうに思います。それで、今日は本当に中東と、実はそのウクライナ、このロシア南部って実は同じ歴史を、構想を含めて共有してきているところだと。で、いわばオリエンタリズムということで見て、またロシアの微妙な位置とかですね、そういうことを含めて大変重要な学びの機会を高井先生に与えていただいたと思います。どうもありがとうございました。